女子 800m 競走決勝です。出場選手を外側から紹介します。第9レーン澤井柚葉さん、星稜高校。第8レーン清田悠希さん、秋田大学。第7レーン川田彩香さん、東大阪大学。 400m との2冠を狙います。第6レーン北村ゆめさん、エリオン。予選トップ通過、全体に挑みます。第5レーン塩見彩乃さん、立命館大学。今季日本ランキング2位です。第4レーン細井恵里奈さん、中京大中京高校。予選では自己ベストを大幅に更新しました。第3レーン池崎愛理さん、順天堂大学。第2レーン宮部彩香さん、東大阪大敬愛高校。以上8名で女子 800m 競走決勝スタートです。ただいまから女子 400m ハードル表彰を行います。